どうも、PDR さんです。おい !TBS! テレビがわこんだからって YouTuber から収益を奪うとかいくらなんでもやりすぎだろ !TBS そんなことしてんのまあ今のはちょっと大げさかな。なんだよ。ということでぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、TBS のアナウンサーのうないりささんはゲーム実況チャンネルをやってます。 アナウンサーなのに YouTube チャンネルもやんなきゃいけないとか。かーわいっちょ。TBS そんなにお金に困ってんのか ?TBS のことはわからないけど、うないさんはゲームが好きだからあのチャンネルをやってるんじゃない多分。で、うないさんはそのチャンネルで、赤狼というゲームを実況しました。うん。ここまではよかったんですよ。しかーし。赤狼の生配信パート13が終わった後に、問題発生。 国内外問わず、いろんなゲーム実況 YouTuber が、コンテンツ ID の申し立てが来たと、報告。うわぁ、世界中から収益奪ったんだ。TBS の担当者さん、これってわざわざこっちが異議申し立てしないとダメってことですか引き下げてもらえませんか多分他の動画にもやっちゃってますよね。一週間前にうないリサ・アナの配信で流れた赤狼のムービーをなぜか TBS が主張して、収益横取りって。 ちなみにコンテンツ ID の申し立てが来て何もしなかった場合は別にチャンネルにストライクはないし動画はそのままなんですけどその動画の収益は全て申し立てした人のところに行きます。そしてメールを見ていきますと申し立て人 TOKYO BRODCASTING s y <TV>. s t e m t s チャンネルがそんなに伸びてないからって他の人から収益奪うのは違うでしょうそうでもないみたい。え うないさんは、ツイッターで謝罪したんですけど、彼女によりますと、配信後の設定変更を行った際、制作スタッフのご操作により、コンテンツ ID を有効に設定してしまいました。現在は申し立ては撤回されてるみたいです。それは良かった。で、世界中に損害が出たから TBS はそれを払うのかと言ってる人いますが、コンテンツ ID の申し立てが来た場合は、5日以内に異議申し立てをすれば、そのコンテンツ ID が来た日からの収益は、 こう、横に置かれます。どっちのところにも行きませんもちろん動画の収益は発生し続けますそして向こうがコンテンツ ID の申し立てを取り下げたらこの収益は全部自分のもとに戻ってくるはずなるほどまず当たり前ですけどうないさんは何も悪くないです、うん、でミスしてしまったスタッフの方に非はありますが一番悪いのは企業を優遇する YouTube そしてこのぶっ壊れたコンテンツ ID システム。P リアルさんの YouTuber の友達でゲーム実況してた人いるんですけど、その人が一回興味本位でコンテンツ ID を有効にしたらどうなるかって思ってやったら、ゲーム会社の公式 YouTube チャンネルにコンテンツ ID の申し立てがいっちゃったって言ってました。 やっちゃったねコンテンツ ID のところ触るなと事務所か会社から怒られたって言ってたんですけど、数年前からほとんど何も変わってないみたいですね。悪用する人とかいそう。ペ d r アルさんだけじゃなくていろんな人にも起きてることなんですけど、全く使ってすらない曲のコンテンツ ID の申し立てが来たりするんですよ。意味わからない。どうしろって言うんだよ。それはひどいな。なので YouTube 様、この壊れたコンテンツ ID システムの改善をぜひ、 お願いします。YouTube のコンテンツ ID システムは素晴らしいです。何の問題もありません。<laughs> はい、これ多分動画でまだ言ってなかったんですけど、メンバーシップのレベルを一つ追加しました。まず、中二秒。 490円で特典はメンバー用バッジ、こう PDR さんのスーパーサイヤ人のレベルがだんだん上がっていくやつと限定絵文字。さらに月1回の限定動画。で、新しく追加したのは動画はいらないけどちょっと PDR さんをサポートしたいなっていう人たちのための中2秒予備軍。月額290円。メンバー用バッジと絵文字が使えます。興味ある人はぜひ。宣伝の後に宣伝といえば <laughs> YouTuber を信用するな T シャツ と、あっち行け T シャツ。そして YouTuber を信用するなパーカースウェットは今月いっぱいまで売ります。あとシールとスマホケースがございますので興味ある人は下のリンクから飛んでってください。PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。オフエンドスクリーンの白熊、白そうでございます。は今日はまだバイトが食えてないです。なぜかみんな冷凍室に入りたがらなくなってしまいましたね。 どうしよう, <laughs> あうということで皆さん昨日は何も出してないかおとといの動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。では